平成27年台風第6号は2015年5月4日に発生した台風。5月に台風6号が発生したのは39年ぶりのことであり、5月上旬に発生するのは44年ぶりである。台風が5月に接近したのは平成23年台風第2号以来で、震度や発達具合も非常によく似ていた。台風の経路4月30日頃、 中区付近で発生した低圧部が5月3日には熱帯低気圧となり、熱帯低気圧番号 06W を与えられた。それが4日3時、北緯9度25分、統計140度40分で台風へと発達し、アジア名のウルと命名された。10日にはフィリピンの東で915ヘクトパスカルと猛烈な勢力にまで発達してから、 まだ海水温の低い領域に進んだため、急速に勢力が落ち、その後、12日には1時間に 75km と、急速にスピードを上げながら、本州の南岸に接近した。台風は、温定下直前まで強風域の平均半径が 200km を上回ることがなく、かつての台風の分類で、ごく小さい台風となるほどの大きさしかなかったため、各地で雨風は、 急激に強まった。12日18時に四国沖で温帯低気圧に変わったと発表されたが、まだ台風が本州付近から少し離れていた12日午前6時、頃にはすでに温帯低気圧の要素に変わっていた。気象庁では温帯低気圧に変わった地点で定期的に行われる台風情報が終了するため、四国地方に最接近する十二日十八時まで、 台風として扱っていた。そのため、12日17時の地点で、すでに中心気圧が994ヘクトパスカルで、あったが、最大風速は30メートルを保ち、風速25メートル以上の暴風域を伴ったままであった。大雨、強風の影響で、家屋倒壊や大規模な停電、倒木などが発生した。 最低でも二人の死者が確認されており、約三千人が一時避難した。鹿児島県徳之島の伊仙町では、台風の影響で竜巻とみられる突風が発生し、住宅一棟が全壊するなど、合計十二棟が被害を受けたほか、住人五人が怪我をした。4月30日頃、中区付近で発生した低圧部が5月3日には熱帯低気圧となり、 熱帯低気圧番号 06W を与えられた。それが4日3時、北緯9度25分、統計140度40分で台風へと発達し、アジア名のウルと命名された。10日には、フィリピンの東で915ヘクトパスカルと、猛烈な勢力にまで発達してから、まだ海水温の低い領域に進んだため、急速に勢力が落ち、その後、 12日には1時間に 75km と急速にスピードを上げながら本州の南岸に接近した。台風は温定化直前まで強風域の平均半径が 200km を上回ることがなく、かつての台風の分類でごく小さい台風となるほどの大きさしかなかったため、各地で雨風は急激に強まった。12日18時に四国沖で 温帯低気圧に変わったと発表されたが、まだ台風が本州付近から少し離れていた12日午前6時、頃にはすでに温帯低気圧の要素に変わっていた。気象庁では温帯低気圧に変わった地点で定期的に行われる台風情報が終了するため、四国地方に最接近する12日18時まで台風として扱っていた。そのため、12日17時の地点で すでに中心気圧が994ヘクトパスカルであったが最大風速は30メートルを保ち風速25メートル以上の暴風域を伴ったままであった大雨、強風の影響で家屋倒壊や大規模な停電、倒木などが発生した最低でも二人の死者が確認されており約3000人が一時避難した鹿児島県徳之島の伊仙町では 台風の影響で竜巻とみられる突風が発生し、住宅一棟が全壊するなど、合計12棟が被害を受けたほか、10人5人が怪我をした。ありがとうございます。